薩摩大口駅は、かつて、鹿児島県大口市里2873番地に設置されていた九州旅客鉄道の駅である。大口市の中心駅であり、大きな木造の駅舎があった。混合ホーム2面3線と行き止まりの例番線のほか、多くの側線を持った地上駅であった。当駅は、 水俣基点 37.0km、川内基点 66.1km の地点に位置しており、宮野城線の終点駅であった。また、港内には、吉松機関区薩摩大口機関宿があった。山野線は、JR 九州に継承されたが、国鉄再建法により、第二次特定地方交通線として廃止され、それに伴い1988年2月1日に、 海駅となった。山野線と宮野乗線が乗り入れていた洋衝で、機関宿もあったように大きな構内であった。栗の方面への列車が比較的多かったほか、県中心部への連絡として、栗の川内経由ともに、西鹿児島までの直通列車の設定があった。短式、島式混合のホーム2面3線、及び行き止まりの0番線を含む、計3面4線を有しており、 校内に吉松機関区薩摩大口機関宿があったため多くの側線も有していた。また、当駅廃止時には宮野城線はすでに廃止されていたため、宮野城線の発着ホームだった霊番線は使用されていなかった。廃止時まで直営駅だったため、薩摩大口駅長や駅員が配置されていた。薩摩大口駅上空航空写真。上型が水俣駅方面。 下方は、栗野駅、川内駅方面、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。ありがとうございます。